Oh!
んた、いいかもだぜ。一丁もんでやりますか。正義は必ず勝つなんてな。さあ行こう。あんた、いいかもだぜ。開始だ。一丁もんでやりますか。
My hunking vision! Thank you.
一丁もんでやりますか。My hacking business!一丁もんでやりますか。正義は必ず勝つなんてな。
ソンから仕事の依頼が来た。フーリエの諸君、ザクソンから離反者が出たことは、彼らの名はチームデモンズ。確かな筋から入った情報によれば、彼らの裏切りにはその人物の名は岸辺リュウ。神代だって。彼女はおそらくハッカーたちの力を利用して、君たちにはその証拠をつかんでほしい。エデンの正常化には。この先はただの長話。早い話が、神代のメインサーバーに潜入して、神代の神代のメインサーバーって、アバロンサーバーかよ。あそこに侵入するには関係者のアカウントが必要だぜ。まさか。安心しろ、その必要はない。ユーゴから神代前社長の娘、神代優子に接触しろ。接触方法はお前と千歳に任せる。私は。お前は寝てろ。もう大丈夫だよ、サポートくらい。ダメだ。俺は野暮用で出てくる。オッケー、じゃあ行こうぜ。エリカ。なぜ僕は死では教えてやる。俺たちは口説き落とす。リュウジから接触方法は任せるって言われただろ。男と女がお近づきになる。彼女にしちまえばアカウントだろうが電話番号だろうがスリーサイズだろう。やあ優子ちゃん。やだ、かっこいい。あなたのためならアカウントでも電話番号でもスリーサイズでもな。ありがとう。でもそう、君の心。キャー、千歳さん素敵。私の心のファイアウォール。というわけだ。ん？どうやって肝心。実はな、こんなこともあろうかと前々。なんだその目は、やましい目的じゃねえって。彼女は神代の関係者だぞ。ハッカーとしてチェックするのは当たり。警備の厳しい神代の社内では接触できないからな。とにかくだ、こういう相手は警戒されないためにも自宅を張るなんざもってのほか、付近で張るのも NG。 なーんかいまいちやる気がかん。いいか、確かにナンパは軽薄なものに見えるかもしれない。考えてもみろ、女性の警戒心を削ぐため、あくまでも偶然、そして一目惚れ、そんな運命の出会いを。声をかけるときには笑顔で明るく、時には紳士的に優しく。男と女が誕生したその瞬間より、世の男たちはその技術を磨く。ただ一年に可愛いあの子と、その努力を、彼女が欲しいという欲望を、お前いいや、できまい。真に男であるならばな。ようやくやる気が出てきたようだな。ん？でもナンパなんてしたことがない。いいんだ、初めてのお使い同様、初めてのナンパは誰も。安心しろ、そんなお前のためにこれより今井千歳のナンパ。まず最初の極意、ナンパにそんなものは存在しない。人の数だけ恋の形があるように、また女子の数だけナンパの形も。つまりナンパにマニュアルなど存在しない。だが臆するな少年、真のナンパ術とは実践。当たって砕けろ、砕けることを恐れるなかれ。玉砕もまた。というわけで練習だ。さあ行け、渋谷を歩き回り、好みの女、そして砕け散って。くっくっくっく、よくぞ僕の。君もビッグな人物になる気配を感じるね。その可能性に敬を表して手を挙げよう。次も内田を見つけることができるかな。
見ろよ、不敬さんだ。ちょっときつそう。大人のお姉さんはレベルが高かろう。ここは一つ俺、不敬さん、よかったら俺と。なあ、誰が不敬さんだ。誰が。すいません。何の用だこら、ふざけた用事だ。はい、俺お茶を。お茶。ああ、そう、いいぜ、任せろ。え、本当ですか。いや、もう渋谷の喫茶店に案内してほしいんだろ、道案内。え、いや違う、そこの角を曲がってまっすぐ行って右行ったとこな。渋谷は人が多い。そうっすね。でもそうじゃなくて、俺お姉さんとお茶しに行きたいんです。は？はい。おお。よく見ていた。いくら可愛くてもおまわりさんには手を出すな。全滅か。落ち込むな、弟子よ。言っただろ、ナンパの世界は諸行無常。時に現実は辛く厳しい。じゃ、本番行こうぜ。何驚いてんだよ、忘れたのか。仮にさっきのナンパ全てに成功したって、肝心の優、彼女は食べ歩きが趣味で気に入った店は出没範囲は相当広いんだが、今回は頻度が高い。さてと、1階にも飲食。ビンガーターゲット。ネットの画像で見た通り結構か。よし、弟子よ、ここは師匠である。おへい、そこの彼女。ちょっといい。君可愛いから声かけなきゃと思ってさ。よかったら。お茶は微妙。それなら俺こう見えてフットサルが好きでさ、これから。実はここ来るの初。あれだけ玉砕したのにどこからだが、あとはお前のその自信だけが頼りだ。前にお会いし、好きなんですか？私も好きなんです。その顔は、ひょっとして知らないんですか？セントラル病院で、あれほど、良いものを知らなかったからといって、そのこと知らなかったのなら、これから今度は私があなたにここのオムライスの一番のポイントはですね、そのバターをたっぷり使ったプルプルのオムレツがあなたにもありませんか。目の前でプルプルと揺れている食べ物を見て、ここでは思いっきりその欲求、その光景をたっぷりと堪能した後、やはり百聞は一見にしか。一緒にどうですか。あなたのおかげで二人連れ以上じゃないと頼めない。ありがとうございます。あ、ごめんなさい。はい、もしもし。いえ、すいません、呼び
出されてしまって、ほんやりやがったな、畜生。なんだよお前、いつの間にあんな上級者を落とせる説身につけ。誰か俺の背中を見て覚えたってやつ。初めて見て。ね、どうよシルヤ、連絡先聞けたか。どうした。にゃー、これがオムライス。どうぞ。私だけが食べるのでは申し訳。今日はあなたに、ここのオムライスのすば、私だけが食べるわけにはいきません。美味しくない。ユーゴから話は聞き、私のアカウント必要、実は私だから、アカウント大事。さあいよいよセットの極盛り。いやー、まさかユーゴが。それなら最初から普通に話しかければよかったな。いやー、どんまいどんまい。あー、そうだリュウジ、あれからだんまりだ。あらら、すっかりご機嫌な。ともあれ、アカウントは手に入った。でもよ、標的のデータの目処はついてる。いや、ユーゴからの依頼はシベリエとハッカーの癒着をし、だから今回は神城のメインサーバーであるアバロン。なるほど、網を張ってサーバー内でやり取りされるデータを監視。まず俺と千歳がこっちの端末から陽動を仕掛けて、その間にお前はエデン内からサーバーへ侵入して、指定のポイントに。これでより機密度の高い情報。なーに、うろたえてんだよ。今回の作戦じゃ、陽動やサポートは高度で熟達したハッキング。しかも相手は天下の神城様。サポートはお前に。新人を卒業するにはいい機会だ。やってみろ。本来はログインする際にアバター情報の更新が行われるが、多少の違和感はあるだろうが我慢。大丈夫だって。お前結構。オッケー、位置に着いたぜ。始めろ。顔がにやけてる。どうせ君に言われなくても
ちゃんと休んでるよ。それより分かってる？中に侵入したら外部との通信だから、私ワームモンを一緒に連れて行って、分からないことがあったらこの子に聞いて。私よろしくね、ワームモン。任せてエリカ。驚いた？エリカの記憶からハッキングスキルを学習して、ついでに喋り方もエリカの真似。そういうことだから、詳しくはその子に聞いて。あ、それとワームモン、その子がアバターに変なこと。はい。